ビデオを使ったインスタレーション、エレクトロニックスーパーハイウェイ、コンチネンタル US、アラスカ、ハワイビデオインスタレーションは、現代美術における表現手法、ジャンルの一つで、ビデオによる映像を用いて、観客のいる周囲の環境を変容させ、観客に影響を与えるというもの。ビデオを使った芸術である、ビデオアートと、場所や空間全体を作品化して体験させる。 芸術であるインスタレーションを組み合わせたものである。その起源はビデオアートの誕生した1960年代に遡るがデジタルビデオやプロジェクトなどの普及により空間全体に映像投影する映像機器の入手が簡単となりビデオアートやインスタレーションの大きなあり合いを占めるようになっていった。ビデオインスタレーションはギャラリーや 美術館などの美術展示用スペースだけでなく、ビルや廃墟など建物の内外、都市空間に至るまで、あらゆる場所で展示されている。展示に必要なものは、映像だけでなく、立体作品、音響、パフォーマンスアートを組み合わせる方法もある。ビデオインスタレーションに用いられる手法の一つとして、複数のプロジェクターを使って、複数の映像を同時に上映し、 映画のような直線的な叙述だけではなく映像相互が絡み合って物語を作るというものがある。また物語構造の中に鍵となる要素として上映に使われる特定の空間を取り込むこともできる。この場合空間全体に映像の世界が広がり強い没入感のある環境を作り出すことができる。さらに映像の上映の中に 観客の関与を求めていくと、観客の行動が映像や空間に変化を与えるインタラクティブアートにも重なっていく。ビデオインスタレーションの先駆者としては、テレビを彫刻のように組み合わせて映像を上映するナムジュンパイクがいる。パイクはテレビの数を増やしていき、壁上や登場に組み合わせて没入感のある環境を構成していった。九百七十年代に入ると、 ビルビオラが展示室の中央に置いた大きなスクリーンや展示室の壁面全体に映像を投影し、セリフなどをそぎ落として、人生、生死、宗教体験などをテーマにした物語を作り、ビデオインスタレーションの分野における巨匠となった。同じ頃に登場したゲイリー・ヒルは、映像機器を様々に使用して、言葉やテキストも用い、インタラクティブ性の強い映像を作り上げた。 1990年代以後は彫刻に目や口などの小さな映像を投影するという手法を用いるようになったアメリカのトニー・アウスラー、マルチスクリーンを用いたインスタレーションを行う、イギリスのサム・テイラー・ウッド、イラン社会の女性などをテーマにした映画のような映像を上映するイラン出身のシリン・ネシャットらが出ており、世界中の作家がビデオインスタレーションの制作、展示を行っている。 ありがとうございます。